はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、ディズニーモータースポピンズミッキーマウスハロウィンエディション2018です。はい、しっかり見ていきます。これはディズニーモータースポピンズミッキーマウスハロウィンエディション2018です。もうパッと見ただけで可愛いね。でボディカラーはホワイトっぽく見えるけどパールホワイトだね。すごく綺麗な塗装になってます。で正面から見るとこんな感じだね。ミッキーの顔をイメージしてるのかな。でミッキーが舌を出してベロを出してるね。でこの部分にはハロウィンをイメージしたクモの巣がイメージされてるのかな。でルーフの部分には、あ、これ帽子のように見えたけど、これよく見たら、上から見たらタイヤだね。こんなタイヤが帽子のような感じで見えます。で横から見るとこんな感じだね。ハッピーハロウィン Did I see a ghost? ちょっとお化けをイメージしてるってことだね。でこの辺にはちょっとコウモリがプリントされてます。で後ろの方はこんな感じだね。ここにミッキーの隠れミッキーなのかな、プリントされてます。で反対側の側面はこんな感じだね。ここも反対側と同じようなプリントだけど、この部分にミッキーがかぼちゃのお化けになったようなプリントがされてるね。かわいいね。でルーフの部分にはキャリアがあって、あ、この部分にも一応ミッキーの耳みたいな感じでこうプリントされてるんだね。で内装は左ハンドルだね。でシートとかはホワイトでできてるのかな。ガラスの部分はクリアな樹脂パーツになってます。でタイヤはサスペンションがついてます。でタイヤ自体もクリアなパープルで可愛いね。でホイールもしっかりカラーリングがされてます。で裏の方を見ると、でちょっと見づらいけどポピンズ2010年の写真になってます。ハロウィンだからミッキーがお化けに変身したのかな。すごくこの曲線とかが綺麗だね。この写真のポピンズってよく出てるけど、やっぱりカラーリングがすごく今回のは綺麗だね。ホワイトのラメっぽいパールホワイトになってます。はい、今日はディズニーモータースからポピンズミッキーマウスハロウィンエディション2018紹介しました。で、このハロウィンエディションのシリーズって去年も出てたけど、さすがディズニーモータースって感じだね。かわいいね。で、このモデルは特別仕様車ということで、おもちゃ屋さんとかで買えるね。ネットショップとか一般的なおもちゃ屋さんで購入することができます。でこのモデルはハロウィンエディションだけど、もう少ししたらディズニーモータースからはバレンタインエディションとかホワイトデーエディションっていうのが発売されるかな。またそっちもチェックしていこうと思います。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。またチャンネル登録もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。